ハンフリーは小さい瓶を取り出すと中身を一気に飲み干した。え、ドーピング。お、始まるか。今日から。連日あるということか。よーし、起きたな。早速闘技場に向かおうぜ。まあ、まだ結構残っとったけん、一日で済まんのか。お、もうこんなところまで。勝ち進んどんやね、ここの二人。あ、負けとる。試合に負けた私たちにできることは、ただ一つ、気合い入れた応援をして、舞踏会の会場を盛り上げることよ。私が口笛でピッピッピッってやったら、あんたは手拍子をパンパンパン、最後に太鼓をドドーンってやるのよ。ピッピッピなパンパンパン、最後にドドーンだな。合点承知だぜ。同じテンションでいいね。いいね、盛り上がってるね。さあ、向かおうか。弱いな。いよいよ試合が始まるぞ。準備はできてるだろうな。オッケー。よし、いい返事だ。それじゃあ一発、ぶちかますとするか。なんかとりあえずハンフリーは何もなさそうなんやけど。さあ、始まりました。仮面舞踏会決勝トーナメント。栄えある最初の試合は、優勝候補の筆頭、ハンフリー、アイラチームと、グロッタが誇る、お色気美人コンビ、ビビアン、サイデリアチームとの戦いだ。かわいい二人とも。ビビアンでーす。サイデリアでーす。二人とも超かわいいけど。アイドルか。お色気美人コンビの登場に会場は大いに盛り上がっております。私のテンションも最高潮です。そこも。両雄、並び立たず。果たして勝つのはどちらなのか。よし、頑張っていこう。全く同人や。あゆな、色化に惑わされるなよ。決勝トーナメントまで勝ち上がった相手ら、本気で行くぞ。オッケー。それでは決勝トーナメント第一試合。はじめ。もう私、いきなりアッコとの勝負かと思ったけど、全然違うんやね。よし、頑張っていくぞ。お色気たっぷりキスを投げつけて。お、振り払った。えらい。えらい。回復までするのか。あ、まあ、アッコ、魔法使いってことか。じゃあ先に魔法使いを叩き潰しといた方がいいよね。攻撃力は弱いけど、回復されるのはめんどくさい。だいぶ。さあさあさあ、やっつけるよ、やっつけるよ。お!やったね。さあ、これであとは、もう一人、サイデリアの方を、集中的に。うわ、ゾーンに入った。しかし。しかし一人やけんね。マジか。なんか弾き返されたんやけど。うわぁ。頑張れ。めっちゃ弾き返される。よし、こっちも振り払うもんね。どうよ、どうよ。ほら、さっきから跳ね返されまくりなんやけど。なんかそういう効果があるってことかな。あ、普通にいけたわ。めっちゃ普通にいけたわ。よっしゃー、勝利ー。さあ、あとは、うん、容赦ないね。そこまで、勝者ハンフリー、アユナチーム。おお。女にも容赦ない。いよいよ大会も大詰め。準決勝第1試合を始めます。まずは優勝候補の筆頭、ハンフリー、アイナチーム。そして相手は、対戦チームはこれまた異色のコンビ。まさかここまで勝ち上がるとは誰が予想できたでしょう。レディーマッシブ&マスクザハンサムチーム。なに、誰それ。おらんやん。え、おらんくね。あ、びっくりした。おーほほ、私ならここよ。もうすでに失踪したんかと思ったやん。そういう派手なのいらないから。似たもの。あ、そこかい。そこか、マジか。アイラちゃん、やっぱり貸し残ると思ってたわよ。今こそこのシルビ。
いや、このレディーマッシブとどちらが上か白黒つけようじゃない。どこがレディーやねん。お、なんだアユナ、今度の対戦相手はお前の知り合いなのか。知り合いじゃないわよ、全くもっと知り合いじゃないわ。だって私の名はレディーマッシブ、シルビアやん。そしてこっちがマスク・ザ・ハンサム。よく同じノリで折れるね。やれやれ、賑やかな人たちだな。ともかく、やらかるには真剣勝負。手は抜かないから、かっこしなさい。マジか、シルビア戦うんか。ふん、無論だ。手など抜かないさ。何あれ。ハンフリーは小さい瓶を取り出すと中身を一気に飲み干した。え、ドーピング。ああ、気にしないでくれ。試合前にこいつを飲むと調子がいいんだ。え、そういうのありな。さあ、行くぞ、ハイナ。それでは、準決勝第一試合。はじめ。うわぁ、来たわー。これは、これは、確実にシルビアの方が強いと思うよね。マスク・ザ・ハンサムより。いや、両方強いか、これ。とりあえず、こっちを先に潰して。何？どういう状態？マスク・ザ・ハンサムを先に潰して、あとちょっとシルビアと、シルビアとの対戦っていうことにした方がいいかな。うわ、やばいな。やっぱ大道芸しよってけん。いやー。こっちはもうすぐにやっつけれそうやね。何それ、回復する。マジか、ちょっと。いやでも二人のゾーン攻撃も見てみたい気はするけど。見てみたい気はするけど、どうなのか。なんだ、まだやっつけれないの。あー、ゾーンに入ったー。うわ、マジか、マジか。何それ、ハンサムブレイカーって。いいね、こういうなんか、こういうところでなんか、ゾーン攻撃面白いな。シルビアって普通に考えたらね、この仲間内でしかゾーン攻撃なんかないやろうけん。ありがとう、ハンフリー。よし、あとはシルビアを、めっためたに、めっためたにしていくわ。すぐやっつけれるかな。うわ、マジか。引くんか。それは、買わせないのね。女の子の時には買わせたのに。ありがとう、ハンフリー。条約層めっちゃ持っとるね。そして私はゾーンに突入したよ。ハンフリー突入しないの、ゾーン。やめてくれ。これは多分、ま、ポアゾンキッスやけん。ちょっと毒的なね。ルージュラとかの悪魔のキス的な感じで。やったね、勝利。そこまで、視聴者、ハンフリー、アユナチーム。イエーイ。このシルビ、いや、レディーマッシブを打ち負かすなんて、やるわね、アユナちゃん。でもあなたんだったら負けて悔いなし。最高の勝負ができてよかったわ。アディオス、アユナちゃん。何だったんだ、あの人は。仲間です。仲間です、私の。さあ、最後は多分あの二人やろ。皆様お待たせしました。いよいよ仮面舞踏会決勝戦。勝ち上がったのはこの二チームです。ハンフリー、アイナチーム、舞台にお上がりください。お、やってきた、来た。優勝候補の筆頭、堂々とした歩きぶりです。まさしく王者の貫禄。このままチャンピオンズは守りきれるんでしょうか。ロー、マルテナチーム、舞台にお上がりください。あまり動かない老人と、豪客一戦の女騎士、すべてが謎に包まれた異色のコンビは、果たして新チャンピオンとなれるのか。あまり動かない老人。まあ、女一人で頑張っとるってことやんね。
老人も頑張れよ。俺も格闘家の端くれだ。こいつらの強さをひしひしと感じるぜ。アイナ、気を抜くなよ。何、また飲むの？飲みすぎじゃない？それ大丈夫？本当に。ハンフリーは小さい瓶を取り出すと中身を一気に飲み干した。何かしら怪しいものな気がするんやけど、それ。姫よ、見たかね。はい、間違いないかと。さあ、アイナ。勝てば優勝だ。全力で行くぞ。やっぱり怪しい薬。さて、お手並み拝見じゃな。ドーピング的な。それでは、仮面舞踏会決勝戦。はじめ。あれやない、前の場に忍び込んだのこの二人じゃない？あの薬を探し出すために。ローとマルティナが現れた。バランス感覚すげえ。バランス感覚すげえ。絶対無理や、私。じゃあちょっとおじいちゃんから叩くかな。こっちなんか、援護しそうやし。様子を伺っている。ねえ、なんか、回復とか、攻撃力アップ、守備力アップとかしだしたらあれやけん。マジか、普通に攻撃もしてくるわ。何様子を伺っているって、余裕しゃくしゃくやな。え、ゾーンに入った、マジか、早くね。いやー、回復しやがった。やっぱり回復しやがった。魔刀旋風脚。あ、でも、全然効かん。全然効かん。ハンフリーはマルティナの方を攻撃しに行ったね。あ、やめて、眠らさないで。マジか。寝るなよ、おい。いやー、起きてー。起きてー。起きたか？起きてくれ。起きてくれ。じゃあ、私、ベホイミ。あ、私、あれか、ゾーンに入ったまんまか。あ、切れた。言ったら切れたわ。ミス。起きろよ、ハンフリー。どんだけだ。ローはね、なんかずっとなんか名前が赤くはなっとんやけど、あ、起きたやね。赤くはなっとんやけど、なかなか倒れてくれんのやけど。おっ、おっしゃ、行ったー。倒した、倒した。ありがとう、ハンフリー。よし、これであとはこのまんま、マルティナの方をやっつけていけばいいわけや。お、いいね、その炎の爪。こいつ体力も多いぞ。あ、でもいける。そろそろ倒れるやろ。でもずっとその姿勢を保っとるのすげえ。私にもそのバランス感覚分けてほしい。あ、ゾーンに入ったね。今のはミス？お、ちょっと私がとどめを刺そうと思ったのに。ロー様、様？こっちも様付けや。うい、強いな。お、そのあざは。なんだなんだ。味方か？なんということじゃ。お主はまさか。隙あり。おお、ハンフリー行くか。テディベアみたいな。どこ見てんだ。試合中だぜ、お嬢さん。おお。アイナ、今だ。ごめんね、私のせいで、なんか。いやー。手加減なし。勝負あり。勝者、ハンフリー、アイナチーム。イエーイ、優勝。で、きっとこのハンフリーに何かしらよろしくないことが。また誰か消えるんかな。マルティナもなんかめっちゃ綺麗な目しとったね。優勝はこのチームに決定しました。これより表彰式を始めます。
やったね。やったな、ユナ。ついに優勝したぞ。今回はどの対戦相手も手強かった。もしお前がいなかったら、優勝することはできなかっただろう。優勝商品は虹色を狙うという貴重なものだし、売れば結構な金になるだろうからな。そいつを二人で山分けしよう。それはちょっと、なんだどうした?あの薬のせいか。あれ?やっぱりよろしくないものだった?待って待って、なんか想像しとったのと違うんやけど。こいつは別に悪い人間ではないということ?アイナ様、優勝おめでとうございます。しかし、表彰式の途中でハンフリーさんが倒れてしまうとは災難でしたね。ハンフリーさんの容態ですが、命に別状なし、ということだそうです。おそらく試合の疲れが出たんでしょうな。いや、多分飲み寄った液体のせいやと思うんやけど。本日の行われるはずだった表彰式の続きは、ハンフリーさんの様子を見て、後日行われることになりました。アイナ様には申し訳ありませんが、こちらで宿屋に部屋をお取りしましたので、今晩はそこでお休みくださいませ。了解です。それを早くもらいたいんですが。優勝商品である虹色の枝、どこか神秘的な光を放っている。さあ、それじゃあ。宿屋これか。よし。さあ、休んでいきますか。あら、お客さんいらっしゃい。闘技場の運営の方からお話を聞いてますよ。ハンフリーさんが倒れるなんて災難でしたね。運営の方からお題いただいてますから、本日は無料でご利用できますよ。早速、泊まっていかれますか?お、ありがとう。それではお部屋にご案内します。舞踏会で疲れた体を、ゆっくり休めてくださいね。お、誰か来た。女の人は男やった。老者よ。お主に用があって来たんじゃ。開けてはもらえぬか。何、休んでたのに。一人?うん。お主一人だけか。すまんが仲間を呼んでくれんか。お主らに話があるんじゃ。みんなはどこにいるんだ、逆に。仮面舞踏会でわしのパートナーであった、マルチナ姫が行方不明になってしまってな。街中どこを探しても見つからんのじゃ。そこ?マジか。おそらく何か事件に巻き込まれたんじゃろう。そこで相談なんじゃが、お主ら姫を探すのに協力してくれんか。まあいいけども。ふん。恩に切るぞ。大会優勝者のお主と、その仲間たちがいれば100人力じゃ。必ずや姫を見つけられるじゃろう。マルチナ姫が消息を絶ったのは、ハンフリーの孤児院の近くじゃ。まずはそこに行ってみるとしよう。ってことはやっぱり、ハンフリーが絡んでいるのは間違いないのか?今回は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。